あの。 兄貴。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ？やだよ。
おじさん。うん。
わけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三つおは気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃリオナにとっては大きな悩みかもしれないけど、でもさ、ほら、俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね？笑えない？ごめんね。どうしたの？お？はあ。じゃあ。おじさん？太一、あいつ最近よく見かけるよな。誰なんだろう。知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。
なあ。うん。あのさ。え？え？ああ！うん。行くぜ。ちょっと。
礼します。ちょっと。え？ええ。アキラちゃん、上級生の橋本くん。え？まさか。ちょっと、あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないと。あなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね、一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから。野球バイバイ。うん。どうしたの、おじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか？当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。
よろしくな。はじめまして。よろしくね。私エリ。俺タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺ミツオって言うんだ。俺ソウジって言うんだ。みずきちゃん、えい、やったな。秋元君ったら、いや、おれ、えいしよ、えい、みずきちゃん、みずきちゃん、秋元君ちゃん。うるさいな。ねえ。早いよ。ん？置いてかないでよ。おじさん。
Ryu-san. Yes.
Bye. Thank you.
入る。会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なーに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。やっぱり無理だよ。あん？そうか。ま、無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。え？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。
くれ。気持ちえんけ、気持ちえんけくれ。親父もよくやるね、あんな女と。まあ、あの人の場合顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや、緊急の幹部会やと。了解しました、組長に伝えます。何時からや？幹部会の話じゃ。なんでそれを？さっき本家から電話あったやろが。わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ。すいません、19時からやと聞いてます。よっしゃ、おら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 、ありがとうございます。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や。すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、下、はい、峰に電話や。10億持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。え、今から10億ですか？そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでか好きですか？戦争や。戦争？今日から登場会の後目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。しゃがし、つべこべ言わんとはよ金持ってこんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。相変わらずだな、この町は。あー、助けてー。ん？なんなのよ、早く誰か警察呼んで。痛い、離して。あら。ちょっと、なんなのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。もう。
今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何言いとんじゃ。桐生さん。というわけで四代目はうちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。ということで、お前ら手加減はいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。さっさと来い。おら。痛いね。Oh!
カズマちゅうことか。かなわんわ。さあお前らの腹聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん殺されるで。何？戦争は始まったんじゃ。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ。こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか？俺なら今カムロ町にいます。本当か？ええ、俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。スターダストだと？何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか？ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏木さんは大丈夫ですか？何がだ？いや、錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。桐生、今から会えるか？ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか？ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな？ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は？ええ、警察の連中店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。キリュウさん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ？
黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブのやつの話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。なんだと？目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、わかった。ちょっとちょっと、でね、やべ、いいけど、おお
ほう。ねえねえ、どこ行くの？お、ちょっと何よ、もう何？だからさ、もしもし、うん、今ダメだよ、ダメだって。お、違うって。いいな。
ジかよ。ねえねえ、どこ行くの？どこ行く？だからさ、もしもし。ちょっと。お。お。お。あ。どこ行くの？誰だお前ら。どうして俺をつける。日本語がわからねえのか。どちらにしてもただじゃ口を割らなそうだな。ここで殺されるわけにはいかない。悪いが痛い目に遭ってもらうぜ。Let's go。大吾の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた。
次どこ行く？ちくしょう！
よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや、四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東城会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東城会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。峰おのれ。神田の兄貴、ここは桐生四代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は六代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたい。ですが近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる代行を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとんじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとんちゃうか。おお峰。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東城会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東城会の足場を固めることが先決です。直系99団体桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生ってなんやねんお前。そんなに桐生に後目渡したいっちゅうやったら、いっそのこと俺がキリュウの首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、キリュウの下に入んのはお断りや。初代も先代もキリュウにやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがじゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東城会の後目になったる。桐生は東城会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東城会の後目渡すわけにはいかねえってことだ。ねえ、
カジラ。何を言っているんだ。今跡目の話なんかしている場合か。でもカシラは桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。うん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は。これは。何？くそ。ああ、ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。落ち着いて、ゆっくりとこちらに避難してください。ん？おい、ちょっと、あんた。ちっ、待て。そこの君、
まりなさい。待て。おい、そこの君、そこの君、おい。そこの待て。止まりなさい。待て。待てと言ってるだろう。うん。そこの君、うん、くそ、どこ行った。おい、あっちだ。おい、誰だ。さ、事件あるところに桐生一馬の存在あり。お前さんに話がある。久々に一杯引っ掛けねえか。ダメだよ、ダメだって。
何を探してるんですか。キリュウ、いらっしゃい。あら、伊達さん、今日はお友達もご一緒。ああ、ママ。伊達さん、ここは？ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今、新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、いつものやつでいい？うん、あとで若造も来る。奴の分も頼むわ。はい。ずいぶん若いママだな。ああ。でも度胸と器量はそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって？はい。聞かれてたか。まあまあ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい。ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ。しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると。和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは？もう、ブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょ。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより、水。はいはい。お、よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか。もう、人使い荒いんだから。それは？ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。東上会の現幹部たちの写真だ。どうしてこれを？実は私、こういうものでして。伊達さんが新聞記者？ああ。キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山と繋がってる。山？東上会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。このスキンヘッドの男、こいつが三代目錦山組組長、神田だ。錦山組か。ああ。お前と三年前戦ったあの錦山組の当代がこいつだ。俺は今まで会ったことがないな。まあ無理もねえさ。こいつは二年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。喧嘩と女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならねえほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつはカムロ町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線でな。2年前といや、近江連合との抗争の後だ。警察も東上会との距離を取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、急成長していった。この男の目的は？ズバリ、東上会の跡目だろ。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったのも？ああ、可能性は高いな。
この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎剛という男だ。横浜。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつでな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと。ああ。実は。なんだと。普通、あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら、最低500、いや、1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だが、こいつの組はジャカとあら。な。ま、いい。マフィ。ま、中。ま。こいつは、直、ミネ、港港、港、して、なる、い、特に、どうし、この、それを、ミネ、それ、いや、神田。柏木さんは死の間際、俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が、東上界にいると。俺もそう踏んでる。今の東上界でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ。これ死んじまったお前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ。まあ今はとにかく東上界の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。悪いな。お、何？お、なんだと？キリュウ。